ホームランも10本もいってないんだというふうに言ってましたが、左中間へ大きな打球、センター向こう向き見上げました。イデホのホームラン、昨日に続く第10号2試合連続アーチ。ソロホームランで4回の表、オリックスバファローズ2対1。自打球を受けた後、イデホが左中間スタンドへ飛び込ませる、もう2桁ホームラン。パリーグのこれホームランダービー単独トップになりました。これまでは福岡ソフトバンクのペーニャと並んで9本だったんですが、まあ、最近調子を落としているペーニャに代わって、このイレホはどんどん調子を上げてきて10本目、しかも2対1。また内寄りを狙ったんですが、それをしっかり捉えましたイレホ。